でね、次行きますけども、市民の皆さんの中からね、職員の秘書、市長秘書っていうのはちゃんといるのに、別にこう特別秘書もいると。で、それこそダブルではないかと、一体どういうことなんだという、そういう声が上がっているのはご承知の通りです。特別秘書は一体どんな仕事をしているんでしょうか。ここです。はい。委員長、橋本市長。これもね、委員、歴代市長の秘書の人数ってご存知ですか？ずっと2人ついてたんですよ。で、最後、平松さんの最後の時には3人ついてたんですよ。そう、ご存知ですよね？歴代市長。いや、市議会議員はそこを前提にしてもらわないと、だからずっと市長には2人の秘書がついてるんです。で、副市長には1人なんです。ダブルですかこれ。ダブルだったらずっと歴代の市長ダブルで秘書雇ってるってことを指摘してくださいよ。で、これ二重とか言われましたけども、仕事の役割分担をしっかりしてるから二重じゃないんですよ。大阪都構想もそうしましょうって言ってることです。広域行政と基礎自治を分けたらいいっていうことですから、仕事の役割分担ができてたら二重でも何でもないわけです。で、一般の行政の公務員の方の秘書は通常のこの行政の仕事ですよ。僕の市長の行政との行政の仕事の分野についてしっかりサポートしてもらってます。で、特別秘書の方はこれはもう僕は市長という立場ですけども、選挙で選ばれた立場でもありますから、国会議員との接触だったり、まあいろんな接触あるわけです。で、そういうところを担当してもらっていると。大変申し訳ないですけども、共産党の国会議員1年生でもね、3人の秘書ついてるんですよ。国税で。僕はね、はっきり言いますけど、共産党の国会議員の1年生でもはるかに仕事やってる自信がありますから。それに秘書がね、2人だけで、共産党の国会議員1年生は3人の秘書抱えてどうなんですか。やっぱり僕は市長という仕事と同時に、大阪市のね、歴代の市長と違ってきちっと国とも話をしながらですね、大阪市の必要な要望事項、これをきちっと法律化、制度化、これも実現しているというふうに自負しています。それから他の自治体なんかだと、政務、それから行政の仕事、もう混在して、公用車を使ったり、秘書をもうどういう時にもついてこさせたりとかいうことをやってる首長さんも多いですしね、国会議員なんかももう政務なのか、私生活なのか、混在してるような形で秘書を使ってるようなことももう見受けられますけども、僕はきちっと行政の仕事と、それ以外の政治活動の部分ということを分けてですね、政治活動っていうのも、維新の政治活動は、それはまた、させていません。その勤務中というか、そういう時間帯にはね。だからそういうこともきちっとやりながら、二人の秘書を、分けて、これはマネジメントしています。ですから歴代の市長も2人秘書、歴代の市長も2人秘書つけてたんですから、僕にも2人ぐらい秘書つけさせてくださいよ。ですから国会議員との接触だったり、まあいろんな接触あるわけです。で、そういうところを担当してもらっていると。大変申し訳ないですけども、共産党の国会議員1年生でもね、3人の秘書ついてるんですよ。国税で。僕はね、はっきり言いますけど、共産党の国会議員の1年生でもはるかに仕事やってる自信がありますから、それに秘書がね、2人だけで、共産党の国会議員1年生は3人の秘書抱えてどうなんですか。やっぱり僕は市長という仕事と同時に、大阪市のね、歴代の市長と違ってきちっと国とも話をしながら。橋本市長。これもね、委員、歴代市長の秘書の人数ってご存知ですか？ずっと2人ついてたんですよ。で、最後、平松さんの最後の時には3人ついてたんですよ。そう、ご存知ですよね？歴代市長。いや、市議会議員はそこを前提にしてもらわないと、だからずっと市長には2人の秘書がついてるんです。で、副市長には1人なんです。ダブルですかこれ。ダブルだったらずっと歴代の市長ダブルで秘書雇ってるってことを指摘してくださいよ。で、これ二重と。でね、次行きますけども、市民の皆さんの中からね、職員の秘書、市長秘書っていうのはちゃんといるのに、別にこう特別秘書もいると。で、それこそダブルではないかと、一体どういうことなんだという、そういう声が上がっているのはご承知の通りです。特別秘書は一体どんな仕事をしているんでしょうか。
はい、とか言われましたけども、仕事の役割分担をしっかりしてるから二重じゃないんですよ。大阪都構想もそうしましょうって言ってることです。広域行政と基礎自治を分けたらいいっていうことですから、仕事の役割分担ができてたら二重でも何でもないわけです。で、一般の行政の公務員の方の秘書は、通常のこの行政の仕事ですよ。僕の秘書の行政との、行政の仕事の分野について、しっかりサポートしてもらってます。で、特別秘書の方は、これはもう僕は市長という立場ですけども選挙で選ばれた立場でもありますですね、大阪市の必要な要望事項をこれをきちっと法律化制度化これも実現しているというふうに自負しています。それから他の自治体なんかだと政務それから行政の仕事もう混在して公用車を使ったり秘書をもうどういう時にもついてこさせたりとかいうことをやってる首長さんも多いですしね、国会議員なんかももう政務なのか私生活なのか混在してるような形で秘書を使ってるようなことももう見受けられますけども、僕はきちっと行政の仕事とそれ以外の